ATI 郡山は、福島県郡山市の JR 郡山駅、西口近くにある、ファッションビル。かつて、西友郡山西武店が出店していたビルを、閉店後に所有者の東方青博が、ファッションビルとしてオープンさせたものである。西友郡山西武店、特約駐車場看板東方青博が、東北新幹線開業も踏まえて、郡山市駅前1丁目の敷地を再開発する形で、東方青博郡山駅前ビルを建設。その際に、西武流通グループの中核会社であった、西友ストアをビルのキーテナントとして誘致し、1975年9月に西友郡山店として開店。西武流通グループの店舗では、本格的に東北初進出となり、西友ストアとしては GMS 店舗ではなく百貨店スタイルの店舗だった。しかし、ビル建設直前である1973年10月に大規模小売店舗法が施行された影響で、郡山市の商業活動調整協議会によって、売り場面積を 36.12% カットされ、一部階が空きフロアの状態での開店となってしまった。しかし、翌年、省庁協からカットされた売り場面積の半分の増床が認められたため、これを機に11月に百貨店業態の西友郡山西武店として業態転換した。1975年11月には、郡山市内には既存の商業施設の薄い百貨店や丸光、角本店、当時郡山市中町にあったイトーヨーカドーに加え、丸井とダイエーが同時期に進出し、新幹線開業を目前に競争が激化すると、同時に郡山駅から徒歩0分という立地に、西武百貨店のブランド力を生かした店舗として、東北地方の仙台市や盛岡市の三大都市圏と並び、福島県の経済の中心地である郡山市を代表する商業施設として君臨した。しかし、バブル崩壊を前後として、郡山市郊外には多くの住宅地や幹線道路が建設されると、ヨークベニマルなどといった商業施設が進出した。郡山駅前周辺では、イトーヨーカドーが、1988年1月に閉店し、翌年6月に市内西のうちに移転。1980年1月には丸光、1987年には角、さらには1994年11月にはダイエーから転換したトポスが撤退した。郡山西武店も1991年度に約170億円の売り上げをピークに売り上げが下落。また駐車場も駅前周辺に分散していたために、郊外型商業施設に苦戦し始める。そこに追い打ちをかけるように薄井が、中町再開発ビルの各店舗として、東北最大規模の売り場面積を持つ、都市型百貨店タイプの新店舗を開店したこともあり、1999年度の下半期の売り上げが、初の赤字を記録。また、西友側も、傘下のノンバンク、東京シティファイナンスが、多額の不良債権処理に伴う、店舗整理や、西武百貨店と区別のつきにくかった、西武の名称のついた店舗を、リビンへ改称させる政策を進めており、着工が遅れていた、市内長者の日東坊郡山工場跡地への、ザモール郡山も2000年1月に起工、そして開業するめどが立ったこともあり、同年6月に、郡山駅西口再開発ビル、ビッグアイ完成を目前に、郡山西武店の閉店を表明。同年10月15日をもって閉店した。当初は、ザモールとの2店舗営業の予定であったがホニし、事実上、ザモールへ移転する形となった。2000年9月までに、前橋西武店、水戸西武店、上田西武店の3店舗がリビンへと改称したため、1975年9月の旭川西武店開店以来25年続いた西友運営の西武名義の百貨店業態店舗は、この郡山西武店の閉店をもって消滅した。西武閉店後に空きビル化を懸念して、ビル所有者の東方青博と西友が閉店後に、ビル内を大幅に改装し、2001年5月25日に、若者向けのファッションビル、ATI 郡山が開業した。ATI 開業時には、郡山駅、西口駅前広場側には、大型ビジョンが設置され、福島県初進出となる、タワーレコードや、ABC マート、スターバックスコーヒーが誘致された。その後も、郊外進出による地盤沈下やトポスの跡地ビルの利活用が進まない大町を中心に空洞化を迎え、商圏も新幹線や高速バスなどで容易に行ける仙台や東京にシフトし、2003年8月には碓井が産業再生機構支援入り、2008年2月には丸井が撤退すると、郡山駅前近辺の衰退が鮮明となった。その影響もあり、東方青博も、西友側のテナント運営契約満了を機に、2010年11月に、ヨドバシカメラ、郡山駅前店を、ビル内に誘致、移転させるなどのリニューアルを正式発表。一部テナントは、営業を継続しながら、改装を行う予定であったが2011年3月に、発生した、東日本大震災の影響で、ビル内も、被害を受けごく一部のテナントを除き全館休業となったが、同年9月29日に全館の営業を再開した。いずれも郡山西部時代から入居していたテナントである。ありがとうございます。